つ？違うか。麺？何？稲？ありがとう。ハートもどうも。ケイト？そうなの？へえ。ありがとうございます。こんばんは。寝ようかと思ったんですけど、全然眠れなくて。正確に言うと1時間ぐらいは寝たかもって感じなので、ショールームしまーす。すっぴんみたいなもん今でも充電が 45% しかなくて、突然思い立ってショールームしたので、そう、充電してなくて 45% しかないので、もう保てる範囲でやります。寝る時のビジュコレなの強い、キャー。で、あやちゃん来てくれたね、ショールーム嬉しい。ずっと話したいことあって、あやちゃんに。そう、なんかこの前夢にあやちゃん出てきてね、そう、出てきたんですよ。で、なんかあやちゃんにみやびちゃんの服がダサすぎるからっていうねことを書かれちゃったっていう目を見て不安で不安で嫌いになっちゃったのかなって思って待ってた。夢で、夢の話だよ。なんだっけ、ケイトだっけ。ありがとう。そう、あやちゃんだったんです。本人が来るのを待ってたんです。そう、なんかダサい上に同じ服を着てるからどうにかしてほしいっていうのを、なんかね、 HKT メンバーか誰かに送ってるのを見たんですよっていう夢ねうん、なんだっけ、キラキラありがとう。ケイトもどうもファイトありがとう頑張ります。こんばんは、こんばんは、またありがとう。恐ろしいよね夢って。でも夢に出れて光栄だよみやびちゃんがダサいとは思ってないから安心して、まさ夢じゃないよってよかったね、それを聞きたかったのまさ夢じゃないよ、安心してねって聞きたかったえ、でも本当にあやちゃんのね、お顔も出てきまして、お顔もっていうか、あの抽象的な現れ方じゃなくて、ちゃんと存在も出てたよやったね元気、元気だよ。あ、撮影会ありがとうございました。すいません、あの人数集まってから言おうと思ったら遅れちゃった。撮影会この前ありがとうございました。2月最後の撮影会でした。どうも、楽しかったです。プレゼントとかもありがとうございました。3月はね、ちょっと撮影会がないかもしれないんですけど、まあ代わりのものがあるかもしれないので、そちらをお待ちください。みやびちゃんの心の中に私がいるってことだねそうだよ、結婚するもんね私たち。たくさん湯煎してください。湯煎しまくります。まさか2袋しかっていう言い方よくないね、あの違うんですけど、2袋だけかと思ってた、くれたの3袋もくれるなんて、あれほんと便利。レンジもいいんだね、湯煎の袋、無印のね、レンジもいいし、冷
し。ちょっとごめんなさい、さっきまで寝てたのでダルダル舌が。血管血管。舞台でチェキ取れるの楽しみ。あ、そうなんですよ、そちらもね話していきたいと思います。ハートどうも。そう、舞台、3月の舞台があるんですけど、サカズキッズ、そちらチェキ会みたいなのがあります。私はリツイートしてあるので、日にちとかはそちらを見てください。あとブロマイドとかグッズの詳細も出てますので、チェキ誰もいないとめちゃくちゃ寂しいので、来てくれると嬉しいです。ソロチェキあるよ。制服姿のみやびちゃんのソロチェキはめちゃくちゃレアだと思うので、そう、本当にレアだと思います。今後あるかわからないぐらいだと思うので、よろしくお願いします。チェキ会はみやびちゃんのソロ、あ、ソロでもいいし通所も OK です、多分。そう、選べると思う。チェキまだスマホカバーに入ってる？おー、取らないでね、ボンドで貼り付けるからね、取ったら次会った時。なんかショールームありがとね、コメント嬉しいよ。私が言ったからリップもしてくれたよね。あ、リポストだっけ、あれちょっと分かんないけど、リップ。当日の劇場版それはコナンみたいなことですか？選べると思います、多分。なんかソロだけの演者さんもいらっしゃったんですよね、確か。なので分かんない、当日のあれによるかもしれないんですけど、選べたはず。なんだっけ、あ、ケイトだっけ、それありがとう。桜いっぱい入った杯持ってたけど、あれ飲んだの？あれ毎日飲んでるよ、飲み食いしてるやつですね。私アイドルなんで桜とか今の季節食べるんですよ。そうだから、あれ私の食事ですね。うん、あ、事前販売分はソロって認識。あ、そうなの？ごめん、ありがとう教えてくれて。桜まだ早くないよ、今梅とかか、梅かな。いつ行こうって迷ってたらどんどん後ろになってて焦ってる。いつがいいかなって、31付近で、千秋楽とか、あ、でもどうなるんだろう、千秋楽あったっけ。おすすめですけどね。え、でも待って、いや待たなくていい。千秋楽とかに近い方がおすすめかな。今ちょっと福岡で爆食いをする予定なので、私は千秋楽だとむくみやびになっとるんじゃって思ってちょっと不安だったんですけど、全然大丈夫です。キレートレモン飲んで決めていくんでね。え、でもみんなさ、むくみやびだと思って今日はやめとこうって思って来ないのやめてよ。え、大丈夫だから、コンディション整えるし、ちゃんとプロなんで、私はプロ意識がねあるので。そう、今流行りのむくみのキレートレモン、え、あれ本当に効くよ。そう、私箱で買ったから。
31日行くよ。え、ありがとう。いつぶり会うの、鈴鹿ちゃん。キャー、え、照れちゃうな。一緒にさ、朝キレートレモン飲もうよ。アイスゴッチどうも。6キロ痩せてきて10キロ太って帰るという。いや、10キロは太らないよ。太れないよ、多分。さすがに私でもね、10キロはきついですよ。5ぐらいじゃない？ 5、6。むくみやびも見たい？じゃ、直前にもつ鍋決めます。10キロはね、きついですね。まあでも気持ちは、飛行機の座席がきつくなっちゃうんじゃないのってぐらいに食べていくよ。そう。でも福岡さいる間自炊ができなくなっちゃうから、待って、あ、 40% 全然大丈夫。それが怖いよね。爆食いしないとしても、自炊ができなくて、なんだろう、調味料とかの抑えができなくなるから、そうね、そこがちょっとあれですけど。あ、そう、ソロチキ5枚購入で1枚サイン入りとなります。サインはね、書くところが本当に撮影会のチェキとか撮っても、撮影会でチェキ撮っても、サインはダメなんですよ。だからそれもレアになりますね。遠征って食べちゃうよね。え、でも私なんか遠征した時言うてそんな食べなかったな。そう、カキピー10キロ爆食い。いや、10キロは食べれるけどね、飽きちゃうな多分。食べれるよ。え、10キロ食べなきゃ出れまてんみたいな部屋に入っちゃったとしても出れる。取り木で爆食いしたったいいね、いいじゃん。ちょっと面白いねその文章。取り木私も取り木で爆食いしたいわ。あ、でもお安い方ですもんね、取り木って。2本来るしさ、1個の注文で。私お酒飲まないから、それでお腹膨れるとかがないから全然食べれちゃうと思う。焼き鳥、焼き鳥ヘルシーだしみたいな。10キロ舐めちゃいかん。まあ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 、いけるわよ。38%、まだいけますね。創作団子、なんだそれ。団子は好きですよ。嫌いな食べ物私ほとんどないから、なんだろう、え、セロリとか人参ぐらい。ねえ、私がさ、せいろでご飯作った時とかにさ、誰かしらが必ず「え、人参は2個」みたいな煽り文章を送ってくるの何なんですかあれ。え、入れるわけないじゃん。え、イラってきちゃうからプチってきちゃうからえ、トリキこの前初めて行ったの、え、誰と行ったの。ねえ、私とだよね。ね、ね、
許せませんやんですよ、それは。真顔で聞かないこういう顔なんでラムネ団子、え、いいな、シュワってすんの。チョコと星ありがとう。串カツ田中、え、あれはね美味しいけど本気で食べれちゃう。え、あのケータリングで出たことあって、え、その時私1本とか何本とか決まりがあったんですけど知らなくて、え、5本ぐらい食べちゃった気がするって思って、すごい冷や汗ダラダラだったの。え、でもみんなそんな食べてなかったから余ったんですけど結局。え、そう、すごい覚えてる今でも食べちゃったと思って逃げるように楽屋出ちゃったね。覚えてる今でもね、なんだっけ、博多安城会じゃなくて夏祭りの時ですね。あ、友達よかった許す、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ逃げました。逃げるもね、逃げるが勝ちみたいなのあるんで。でもあれは本当食べれちゃうので、わかんない、串カツって本当行っちゃったら焼き鳥より食べれるかもしれない。まあ、なんか一個のね串に刺さってる量が少ないのもあるじゃないですか、なんか卵とかになると。ハートありがとう。関西に寄ってくれたら何でもおごります、夢の中でね。串カツって一本だと空気ぐらい軽いよね、わかる。え、本当にそうなの。え、カロリーまずないと思う、あれだから大丈夫です、カロリーは考えなくていいよ、軽すぎる、あの羽とかより軽いから。そう、ね、この音聞こえる？あ、止まったんですけど今ね、うるさい冷蔵庫が。イライラしちゃうでしょあ、花束ありがとう。もう収まったね。あ、そう、ブン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 みたいな、そう、なんか機械音、エアコンじゃないよ、近くにないから、船暑いから。あ、そう、なんか最近冷蔵庫がすごいうるさくて、うん、ね、なんか私の炊飯器が壊れてるかも説が出てて、なんか今なまった今、残りなんか5分ずつでカウントされてくんですよ私の炊飯器。だから15分だったら5分経たないと残り10分とかにならないのね。え、でも私がこれほんまかと思って、なんかえ、でも永遠に15分なんだがって思っちゃって、タイマーで測ったんですよ。そしたらなんか15分から減らないの、表示が。永遠に終わっても15分経ってるのに。で、開けたら沸騰してるんですよ中が。と思って、え、買ったばっかりですよ炊飯器。そう、どういうことこれ。え、でもなんかね、愛着湧いちゃったから修理に出すのめんどくさっていう気持ちもあるし、そう、
ちゃんとできるんならいいんじゃ。あ、ちゃんとねできるよ、炊飯。あ、私もある？時間全然減らないじゃんって時。あ、そう、結局ね、あの炊けてるの、ちゃんと。炊けるんならいいんじゃない。まあね、じゃあいっか。みんな結構あるんだね、あるある、炊飯器あるあるなのこれ。ならオールオッケーまあええか。米の具合に応じて変わるでって。ああ、何、時間が美味しきりゃいいんじゃんまあに。へー、そうだ、あと 34% なのでちょっと怖くなってきたので、45分になったら男女を見ます。なんか膝がめっちゃ痒いわ。はい、なんか最近さ、なんかなんだろう、感情的がちょっと違うか、感受性が豊かで、とても豊かなんですよ。で、もうすぐうるっときちゃうので、なんかヨガとかで終わった後に先生が、ヨガの先生がね、こう来てる方、私も含めて来ている方々に対して、なんか皆さんの一日が今日も笑顔でありふれた、笑顔であふれた生活になりますようにみたいな、一日になりますようにみたいな、なんかすごいいい言葉を言ってくれるんですよ。最近は梅が咲き出してみたいなのも、なんか小粋な話とかも入れてくれるんですね。え、なんかそれに、え、泣けるって思って泣けるんだがとか思っちゃってね、ちょっとうるっときちゃうんですよね。ね、豊かすぎるよね、困っちゃう。今幸せですかって、え、本当にそれで泣けちゃうかもしれないってくらい。え、私なんかのことを気遣ってくれるの、泣けるって思っちゃってえ、だってヨガ教えてくれたのにさ、疲れてるのにさ、先生も絶対に汗かいてね、でね、なのにさ、え、私なんかのことを気遣ってくれるんって思って、ボロみたいなボロボロみたいなさ、目覚ましテレビの最後の一言でも泣けるんじゃん泣ける気がする、仕事だからな最悪、夢壊さないでよ。仕事だからじゃないし、言ってるの先生が、すごい私たちの生活気遣ってるからだし先生側に立つから、私で、一人一人にお疲れ様でしたって言ってくれるんですよ、すごい笑顔で。え、泣けるって思っちゃう、それも。心を込めてね、真心を込めて営業中みたいな感じで言ってるから。そう、なんか心のね、体のケアというか、だけじゃなくて心のケアもしてくれるんですよって思った。汗かけましたかとかね、聞いてくれるんですけど、いや、どう見ても汗かいとるやんけって思いつつね、はいって答えてます。接客力欲しい？バイトに活用したい？でも絶対ね、可愛いバイトの子って言われてるよ。気をつけな、ほんと。にちゃーってしちゃったじゃん。
自分の仕事に対してはプロ意識持っております。いいことじゃない。私も持っておりますよ。僕もにちゃーってなったなんで釣られちゃった受けるね。心を込めてにちゃーしますねみんなはね、それが仕事みたいなところありますからね。豊かすぎるの本当に。私感受性がそうちょっと困るよね。でもバイトでお客さんに話しかける係みたいないるんだけど、何話していいか迷うんだよねって。だからもうあれよ、今幸せですか？ね、それよ。話しかける係はでもしんどいね。なんか気分によってはちょっと今話したくないなみたいな時ないです？クビにならないかなってクビにはならないかもね。うん、クビにはならん。なったら私が土下座しに行くので大丈夫です。あ、健全な肉体に健全な精神が宿るね。そんな感じだと思う本当に。なんかヨガ中ってなんかお辛い方はお休みしてくださっても構いませんみたいなこと言われるんですけど、泣けるって思っちゃう。それもなんか私のこと気遣ってくれてるんだみたいな。でなんかその時に私の心の中のジェラードンさんが休みませんよって言いますね。しっかり受けさせていただきますよって言ってる。ということでね、ジェラードンさんのモノマネしたところで45分なので読みます。あ、ケイントありがとう。13位の人から。13位はゆうたさん、12位イグネコさん、11位すずかちゃん、10位ズカッチさん、9位まこと、8位中物さん、7位ちゅうまさん、6位わらわらたんさん、5位石六馬さん、4位大金太さん、3位フルキャパさん、2位たかちゃんかもないしさん、1位はドゥン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 バンたかゆきでした。おめでとうございます。ありがとうございました。改めて撮影会もありがとうございました。3月はねないんですけれど、続報をお待ちくださいはい、ありがとうございます。ありがとうありがとう。舞台のやつとかもね、あのグッズとかもリツイートリポストしてあるので X で、そちらも見てください。チェックしてね。じゃあおやすみ、またね。